の集めて利益を出すす専門家の鈴木和人です最近は、えー、電話の問い合わせだけではなくてメールの問い合わせとか、えー、LINE の問い合わせですねそういうのが多くなってきていますで当院でも LINE の問い合わせで、えー、全て対応しているのでその時に、えー、どのようなトークをしたら、えー、回数券を買ってくれるのかっていう方法についてお伝えしたいと思います、えー、例えば最初問い合わせの 時に、えー、友達追加のの挨拶っていうのがありますその時に、えー、例えばですね名前と電話番号、えー、日時症状ですね、えー、このように書いてくださいっていう例を出しておくんですねまずそのようにしておかないとどのように、えー、患者さんが、えー、問い合わせをした,したらいいのかっていうのが分かんなくてやめてしまう方が多いですなので、えー、必ずどのように返した方がいいのかっていうのを えー、載せておいいくださいそうするとですね、えー、この1番の「こんにちは」、まあこれは紹介の方なんですけど、紹介で連絡させていただきましたみたいな、そうするとこのフォーマット通りに、えー、やってきてくれます。で、開始としては、まあこんばんは、まあたいこの時間からだといいですが、いかがでしょうかっていうふうに最初は、えー、回答しておきます。で、まあ症状ですね、より詳しく聞いて、 えー、どのような感じの症状なのかっていうのをまず聞いていきます。で、最初にやりがちなのは結構金額のことをもう最初に言ってしまうんですけど、とりあえずはまず悩んでいるかどうか、悩みを、どういうふうな悩みがあるかどうかっていうのを、えー、聞いてください。で、そのように、えー、腰と背中が痛いということですね。で、まあこその、それだけで推測できる内容としては、まあ、骨盤の状態が整わないと、えー、背中腰に痛みが出てますので、そこをちょっとやっていきましょうとか。 で必ず最後はですね、また症状の質問ですね、より深く聞くように、産後のパンツは履けないことはありますか産前のパンツですね。産、え、後、ーまあの方なので、こういう悩みないですかというふうに質問で返していきます。で、えー、このように回答いただいてあ、こっちですね、回答いただいて、まあ、できるだけ相手から悩みをいっぱい引き出すんですね。 で全て吐き出すまで、まあ、金額は提示しないですし、まあ、こちらできるかどうかわからないのでまずはしっかりとカウンセリングをこの時点でしていきますである程度ちょっとこう聞き終わったら金額を提示していきますでポイントとしてはですね えー、ビジタル価格をうちとしては提示していて、それから、えー、当日のワンタイムオファー、まあ、その場限りのオファーっていうのがありますんで、お願いしますというふうに、えー、言ってください。で、ここで買わない方ってまず買わないんですね。えー、なので、もう一発目が勝負なので、次来ると思ったら、まあ、結構甘いので <laughs>、もうその場で決めるようにしてもらった方がいいです。で、まあ、初回介は7 9 8十円なんですけど、えー、受けていただいてよろしければ、 えー、コア、えー、産後ケア、産後骨盤ケアプログラム7万円4回分ですね、を受けてください。で、当日にお支払いしていただくと4万9800円にさせていただきますので、ご検討ください。このように伝えていきます。で、今、最近はですね、えー、初回の7 9 0円も無料にさせていただきますっていうのも言っています。まあ、ここに含まれているので、こ,れこの文章だけだとまだ良くないですね。えー、初回の7 9 0円も無料にさせていただきますっていうふうにして、 えー、回答していきますで最後これで終わらせないで2つの質問ですね場所など分かりますかっていうふうに聞いていってまた話の流れを作っていきますで最後にですね、えー、このようにブログですね例えばさっきは骨盤のことちょっと気になるとかあったのでこれは骨盤のブログですねあとはまあダイエットとかお腹ぽポッコリとか出てるような感じだと感触について書いてありますのでご覧くださいっていうふうにブログを渡していくんですね あとは、ま、自分のプロフィールが書いてある記事でもいいと思います。そうすることで来る前からファンにさせることができますので、必ず予習というか、そういう予備知識を、えー、インの予習をさせておいた状態で来させることが、えー、バックエンドですね。回数権とかプログラム会員に、えー、繋がっていきます。で、まあ、ちょっとワンポイントアドバイスなんですけど、まあ、ここの回数権という言葉を使わないので、プログラム会員ですね。 えー、そのように使っていただくといいです。まあ、うちとしては、この症状に対して、えーケアを、ケアをしていくのには、このぐらいの、えー、プログラムを組んでおりますっていう風にした方がいいです。回数券っていうと、同じものをいっぱいやるような感じが出てきてしまって、ちょっと安っぽい感じがしてしまいます。なので、プログラムという言葉を、えー、変えるだけでも、回数券という言葉をプログラムに変えるだけでも、全然違いますので、えー、そのようにやっていただくといいと思います。 なので、この点をね、注意していただいて、やっていただくと、すごくファ,ンフ,ァンかなファンになった状態で生きていただけますし、回数券もしっかりと買っていただくことができます。あ、プログラム会員ですね。なので、これをまた試してみてください。では、また。